はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はですね、今までお花を一度も触ったことない方でも簡単にできるワンコインでできるミニブーケの作り方を皆さんに紹介していきたいと思います。もうね、やっぱりこう初めてねお花触る方はそんなに高額のお金も出せないですし、やっぱりワンコインくらいでできるものを提案していきたいなと思って企画をしました。これからねこういう企画もどんどん増やしていきますので、ぜひね、これからお花を始めたいっていう方もやっていただけたらと思います。では早速作っていきます。でお花って作り出すとものすごく楽しいです。何よりも楽しいです。なのでぜひね、こう興味を持っていただいてやっていただけたらなと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。今日はねワンコインということで、こちらのガーベラとヒペリカムとドラセナの葉っぱを用意しました。ドラセナの葉っぱと、まあねこれ全部買うと、まあ、ワンコインで済まなくなる可能性もありますけど、ドラセナの葉っぱはこう1枚とかでいいんで、1、2枚でいいんで、また使えるということで、こう分けると、まあこれだったらね、ワンコインでいけそうですね。はい。で、ガーベラも、こうガーベラってすごい可愛いイメージじゃないですか。でも今ね、こういうガーベラあるんですよ。ちょっとシックで大人っぽくて、多分ね、今時の10代、20代の人って、こういう色とか好きみたいですね。今の子たちはみんなこういう渋い色を選びます。なので今日はちょっとこういうねシックな色合いのミニブーケを作っていきたいと思います。はい、では早速いってみます。まずこの葉っぱを丸めてこういう状態にしますね。そしたらここでホチキスでここを、ま、このようにハの字に留めます。そしたらこのヒペリカムの葉っぱ、ここの部分の葉っぱを少し取って、でこれねちょっと茎が長いんでこの葉っぱも使いたいと思います。なのでここでカットします。このようにねちっとで、こういう2本に分けますね。はい、そしたらここのヒペリカンもここの葉っぱの上にこのようにセットしてあげて、この葉っぱもこれ下の葉っぱいらないな、ここの上の2枚だけ使ってこれをここに重ねます。はい、そうするとちょっとこう厚みが、葉っぱで厚みが出ますね。そしたらここにガーベラをシュッと添えて、まあ、こうべったり合わせてもいいんですけど、まあ、せっかくなんでね飾るのに少し長めにこのようにちょっと長めに入れていきます。そしたら、まあ、この長さはね、ほんと花瓶に合わせて少しこう長めにしてもかっこいいと思うんですね。で少しこう短めにしても。で、もう一枚、このドラセナの葉っぱありますから、これをこのように。はい、ドラセナの葉っぱを持ってこのようにします。ちょっとこう、後ろに背もたれというか、があるような感じにしていきます。はい。これですね、そしたらこのように輪ゴムを用意して、輪ゴムでこの下のステムをこのように留めます。はい、これで完成です。ちょっとね器に入れて正面から見てみます。はい、いかがだったでしょうか。実はねこの花束を作った後にこの花束に合う器を探したんですよ。そしたらね僕のところでもなかなかなかったんです。でそれだとやっぱりせっかく作っても飾れないじゃないですか。
で器を探しに行くのもまた一手間で皆さん飾らなくなってしまうんで、何が一番いいかと思って考えたら、これねコーヒーの空き缶なんですね。これラベル剥がして入れるとちょうどこうぴったりです。だから本当にコーヒーの空き缶だったらもう古くなったらそのままねカメラに捨てればいいことですし、で手軽にね本当に100このコーヒーだと150ぐらいですかね、をコーヒー飲んだ後ももう少しこうすすいで、使えますから手軽に飾ることができます。なのでぜひね皆さんやってみてください。今回はワンコインでできるミニブーケの作り方でした。これからねこういう企画もどんどんやっていきたいと思いますので、ぜひね、これからお花を始めたいという方もこのフラワー TV をご視聴ください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.